昔あるところに三春に慶太郎さんっておじいちゃんがいっぱいいた。そこで正月前にもう月をして。みなかみのおばあさんが疲れてそのみなかみのおばあさんがすごくお餅が好きで。熱くないとダメなんだよね。うん、よく乗せないの。そう、こう交差してる感じが。ちょっとトリコナー少し、おい、トリコナーが足りない。